シムカ1100は、クライスラーのフランス司会社、クライスラーフランスが1967年から1982年まで生産していた小型大衆車である。開発は、プロジェクト928として1962年にスタート。当時のシムカはまだクライスラーに乗っ取られる前年で、技術的には50%の株式を持つ親会社、フィアットの影響下にあった。 フィアットの主任技術者、ダンテジア・コーサは当時、リアエンジンから、前輪駆動へと、その設計思想を大転換させていた時期にあり、かつ、フランス国内での市場調査では多様途性に優れる、前輪駆動車を求める声が強かった。この状況の中、シムカのエンジニア、フィリペ・グランドラーとチャールズ・スケールズは、ジア・コーサが、 一足先の1964年に開発したアウトビアンキプリムラと同じエンジンとトランスミッションを全軸付近に直列で横置きするいわゆるジア交差方式の前輪駆動を採用ボディはルノーが4、16で既に採用していたハッチバックスタイルを採用した1963年にフィアットに代わってシムカを参加に収めたクライスラーもこのプロジェクトを承認 フロントサスペンションにクライスラー流のトーションバースプリングを用いた以外、フィアット色の強い設計コンセプトはそのまま維持された。1967年のパリサロンで1100は発表、発売された。前輪駆動もハッチバックもそれ自体は初めて登場したものではなかったが、これらと四輪独立喧嘩、ラックピニオン式ステアリング、前輪ディスクブレーキなど、 それぞれ自流に合ったメカニズムを容量よく組み合わせた製品はまだ少なく操縦性、乗り心地、経済性が良好なこともあり、進歩的な小型大衆車として人気を集めた。フィアット自身が1969年に発表するフィアット128と比較してもハッチバックボディによる多用途性においては1100の方が進んでおり、後年フォルクスワーゲンが ゴルフ1を開発する際にも1100を大いに参考にしたと言われている。エンジンはフランス課税馬力 5CV の,の 1100cc が中心で、当初は 1118cc53 馬力の L56 馬力の GL と GLS があった。ボディバリエーションは3ドアと5ドアのハッチバックと同じく3.5ドアのブレークがあった。ギアボックスは4速マニュアルと、 電磁クラッチによる三足セミオートマチックが用意された。1970年10月にはツインキャブレター 1204cc75 馬力のスポーティ版ン1204が英国向けに追加され、翌年からは1100全車種が兄弟会社となったクライスラー UK の前英販売網でも売られることとなり、GL と GLS は59馬力に強化された。 1972年にはトランク風のノッチが付いていたバックドアの傾斜をなだらかなものとして過湿スペースを拡大1204に代わりシングルキャブ 1294cc75 馬力の1100スペシャルが登場した1974年のマイナーチェンジではダッシュボードの刷新テールランプ大型化、フロントグリルのブラックアウト化などの変更が行われ 1294cc ツインキャブ82馬力でアルミホイールやフォグランプを装備した最上級の 1100Ti も登場した。商用車版はシムカブ f 2と呼ばれ、1973年にバンとピックアップトラックが登場し、セダンの消滅後も1985年まで生産された。 1100はデビュー翌年の1968年には138,242台を生産、ピークの1973年には30万台近くを生産して、フランスのベストセラーカーの一つとなった。ただ、車体の防差微性能の低さやタッペット音の出やすいエンジンなどの問題点も指摘され、輸出先の欧州各国ではそれほど成功しなかった。 クライスラー販売網を通じての米国輸出も安全、公害規制への対応が進まず、間もなく中止された。日本へも当時の総代理店国際工業を通じて、若干数が輸入されたが、台米輸出中止と同じ理由で1970年頃には、シムカ社自体の輸入が途絶えた。1977年、後継者主として、 オリゾンが登場すると1100の生産台数は14万2000台に急落。翌1979年には7万2695台となったが、電化版としてバリエーションが整理された上で、1979年にはタルボシムカ1100、1980年以降はタルボ1100と名称を変え、フランス国内専用車種として、 LS と GLS の2グレードに整理された上で1982年まで生産された。最後の2年間は2万台以下の生産であったが、15年間の生産台数は累計2167,129台に達し、スペインやスウェーデンでも生産された。それ以前にフランスの民族系メーカー各社が初めて手掛けた前輪駆動車には、シトルエントラクシオン、アバン、 パナールディナ X、ルノー4があるが、これらはどれも縦置きエンジン縦置きトランスミッションであり、プジョ204のみが横置きエンジン横置きトランスミッションであるが、配置は石後にニス式であり、自夜交差式を採用する車種はなかった。ありがとうございます。